死ぬところだったぞ。こやつめか。楽しませてくれた。灰になる前に俺が殺してやる。グドウ玉を蹴るだと。駅前先生、なんとなく前とは違う。オビトのやつが。ああ、自分でも不思議に思うってばよ。今なら全部を変えられそうだ。不動どもといい、触れているのになぜこいつの力が急に伸びている。先方、京都ラテン手裏剣。誰だ。取り込め。やったのか。あそこには大先生も。木が消えた。駅前先生なら大丈夫だ。もう死んだりなんかしねえよ。八門、全て開いたはずなのに。いろいろできそうな気がすんだ、今の俺ってば。飛べるか、二代目。そういうことか。あ、四代目のマーキングとリンクさせておいた。彼の風がまた強さを。行く先を見てみたかったけど、存分に味わえた。つけ。おい、何諦めようとしてんだよ。うちは、うちは。そうか、真珠そのものが。全てを一つにする時が来た。お前では俺を倒せん。球を手にしたのだ。バーガー、俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。俺はその二つの力を両方合わせ持つ存在だ。が最後の戦いだ。血が上か決着をつけてくれよ、イントンライハ。サスケが、この距離、瞬身。いや、よそにすんなってばよ。ビーム、なんだあれは。ランタンコーナー。また来る。そこか。サスケ、そっちへ行ったぞ。なんか目に見えねえのがうろちょろしてやがる。これはもう一人のマダラだ。ナルト、どうやらもう一人のマダラにはこちら側からの物理攻撃は効果がないようだ。あのウチハサスケ、奴は唯一俺と同じ直友への車輪眼を開眼していた。は違うつながりがあるのかもしれんな。今も俺の目としてしっくりか。それがお前の左目の能力。影のマダラにも陸道の千人チャクラによる攻撃は効くか。お前の影は一定時間で自分に戻るようだな。やつとやつの影はおそらく少しの間重なったままだ。次も千人の力のまま術を準備しろ。動きを封じる術。継続時間とその発動間隔、そしてそれに対する対処法を想定したか。オビトより早く生まれていればこいつを。今さらそんなことはどうでもいい。何があったにしろ、先方、ジトン螺旋眼。しどり、それでうまくいく。チラッとイラつくけど、
影を身代わりにしたのか。あそこだ。少しだがお前の左目の能力も分かってきたぞ。急げサスケ、マダラの先には。うわ、早くリネガンを潰せ。絶をもう止められそうにない。さすがに早いなサスケ。カムイ、上半身だけを。早く。分かってる。焦る。なぜサクラがここに出てくる。時空間へ行ってたのさ。一瞬だったよ。マダラにシャリンガンを奪われてしまったよ。見せて先生。すまない、マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。この左目のリンネガンをお前が潰してくれ。おがい、この左目を潰してくれ。どうしたサクラ。ってことは大変じゃない。マダラにオビトのリンネガンを取られちゃう。仕込んでいた受印札が消えている。昔に貫かせ排除した。俺自身が十尾の人中力になるにはあれが邪魔だったからな。いや、期待以上か。何がおかしい。なぜ俺だったんだ。お前は心の底から人に優しく愛情深い。一旦落ちてしまえばそれはこの世界への深い憎しみへと変わるからだ。もう少し必要なものが。その左目を。頼んだぞ。おう、任しとけってばよ。マダラが現れたらしく。奴の影はどうした。影分身と陸道の棒で、ちょっといい？せ、目開けてみて。どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども。気を抜くなと言ってるんだナルト。マダラがカカシの目を奪い、オビトのところに行った。次はリンネガンを揃えて出てくるんだぞ。ほかげになる、そういった本当の意味。それってこうしてかつての第七班が揃ったのも何かの因果かもしれない。来るよ。お前たち、鈴取りの最初の演習を覚えてるな。イメージャン、チームワークだ。あら、一緒に死んでやるのチームワークというやつだ。リンネガンが揃ったか。下半身は回復が進んでるな。オービト、残念だが赤でお前たちに後を頼むと子供のように拝んでる。まるでわがままなクソガキだ。無理もない、この眼力。もう引かない。さくらちゃん、柱間の孫娘と同じ再生体の術か。届かない。なんだ。気にしないで、ナルト。ソスケ君は私のこと大丈夫だから。あの左目、リンネガン。マダラの影が4体に増えている。自爆転生。一旦ここから離れるぞ。ナルト君たちは。ならずうまくやってくれる。これが陸道の力。前の時よりでけえし数が違う。来た、影も来るぞ。影分身の術、任せろってばよ。ではこいつらの死に様を記録しておくか。ドマン、ラテンシュリケン。くそ、次々来る。あ、石碑の内容によるが、裏を持つ者が月に近づきしとき、を照らせ。無限つくよみ。次ので隕石は全部粉々にすっから、もう大丈夫だってばよ。いけ！
くんな。お前までラテンシリゲに巻き、こら、もっと静かに着地しろ。